皆さんこんにちは。おはようございます。エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日の BGM は Love Action 愛の行動というものを選ばせていただきました。もうね、今日こそはと思ってこれをね出そうと思って準備してたんですけれども、いやいやいや、今日朝起きたらナッキーさんから、もう今カゼチンがユリアンとインスタライブやってた、ツイッターさんも出てた、ユリアンアーカイブ残してくれてるということでね、私早速見てすごいねありがとうって言ったんだけども、チャムさんからも、エミさん、ユリアンレッドリーバーのインスタライブにカゼさんが登場してた、ラスト10分頃から急にアーカイブで見れます、びっくりしたということで、私も見た見た、びっくりした、すごいねありがとうって言ったんだけども、テリーさんからもリンクが送られてきたね。エミさん、テリーです。突然カズさんとユーリアンがライブしました。今日は質問タイムもあり、カズさん大忙し、16日パナスタのみんなともシェアしました。ズズさんも出没してくれるので見てくださいね、ということでね、ありがとうございます。そしてエミさん、クロクロです。ユリアン、レッドリーバーさんという芸人さんがいてね、風くんは彼女の人を傷つけない芸風が大好きなんです。彼女がテレビドラマの女子プロレスラーの役をするために非常識な練習、ヘッドロックかなを過激にしたさせられたため脳内が傷つき入院中なんです。その予後が心配な中、風くんもユリアンを心配してたんですね。肝心なことを先に伝えなきゃ。ユリアンとカズくんは YouTube で話してる英語でアーカイブ残してます。ユリアンで検索してください。私もナッキーさんから教えてもらってアーカイブで見ました。宇宙人みたいな会話、笑います。でもカズくんはユリアンさんを本当に心配したんでしょうね。優しいな。ズズさんも最後に出てきましたよ、ということでね。みんな大騒ぎ。でもこれすごいよね。見ました皆さん。カズさんのストーリーにも上がってましたね、少し。What is your favorite food? My favorite food is potato chips. Potato chips is the food on this planet. On this planet, exactly.ということでね、もう40年、なぜか二人とも英語で、もう10分ぐらいかな、ずっと英語で喋っているというね、そしてね、さすが二人ともプロだよね。もうユリアン・レトリバーさんは、もう3年ぐらい前かな、アメリカ・ガット・タレントにもね、出たぐらいの、本当にもう世界にも進出するぐらいの勢いのコメディアンさんですよね。カゼさんもね、昔から好きでね、ここにも、beautiful Japanese comedian that I got lots of inspiration from ということで、日本のもう beautiful 素晴らしいね、コメディアンさんですと、私もね、たくさんの感動とかね、刺激を受けておりますということで紹介しておりますけれども、もうこの内容ね、英訳しようかなと思ったんだけども、すでに桜子さんとかね、他の方がやってるみたいで、全部はしませんけれども、まあどんな感じのことを言っていたかというと、二人ともね、とにかくね、10分間の私はね、何、漫才じゃないけど、それを見ているような気もしたんですけれども、You're amazing って二人ともね、お互いに褒め合って、そしてユリアンさんはね、カゼさんのことを You're the best person on this planet でこの惑星で、まあ、地球であなたはもう最高の人ですって褒めちぎってましてね。そしてカゼさんもね、もういつもね、世界中の愛をありがとうって言っててね、それでユリアンさんもそれは私の言葉よということでね、お互いに言ってましたけども、その好きな食べ物は何ですかってお互いに引き合って、カゼさんはポテトチップだと、それでユリアンさんはお寿司だっておっしゃってましたけども、そして最後にはまあ冗談半分、本気半分って感じだと思うんですけども、もう世界を征服しようとかね。もうね、二人でね、私たちの愛でなんておっしゃってましたけれども、いや、本当にこの二人だったらね、世界をね、幸せに平和にできるんじゃないかなって思いましたね。そして最後はね、ちょっとズッズさんが来て、もう時間だよなんて言って顔も出しておりましたけども、これも大サービスですね。でもね、もうね、こういうことをね、自然にやっているね、まあ、ユリアンさんも、カゼさんもすごいなと思って、これって、すごい画期的なことだと思いませんか？こんな有名な二人が突然インスタライブをするってね、それも自然にやってますよね。もうカゼさんってね、もうこういう感じで、もう私もこの前ね、梅田さんと、
あのライブ生中継をさせていただいたけども、なんかこういう優しい世界をもう自然に自然にこう作って広げていってるっていう気がするんですよね。ユリアンさんもね、ご自分のインスタに、まあユリアンさんはだからここには載せませんけれども、 The most awesome person on this planet is Fuji Kaze ということでね、この地球上で一番素晴らしい人間は藤井風ですっていうメッセージと一緒にね、写真載せておりましたけど、あ、そしてこれネタだと思いますけどもね、ユリアンレトリーバーさん、この風さんと一緒にインスタライブをしたいのは、ユリアンさんのね、フォロワーの方がね、もう風さんとインスタライブしたらフォロワーが増えるよっていう、そういう理由でって多分ネタだと思うんですけども、そういうことをおっしゃってましたけども、私見てみたんですよ。そしたらね、あのライブ中にもユリアンさんがどんどん増えてるって言ってたけども、ライブ終わってからの数字だけでもね、5000人は増えてましたね。だからいやすごいな、やっぱり風さんの影響はと思ったんですけども、いや素晴らしかったです、ありがとうございます。そしてね、風カオルさんからね、エミさんワクワク様です、今日はいい推しの日だそうでということで、これは11月4日、まあ本日ロサンゼルスはまだ11月4日なんですけども、 EEOC1104 ねの日なんですね。だからなのかはわからないけれども、風さん昨日ね11月4日にこの質問してくださってましたよね。 Ask me a question ということで、質問してねということで、私もね思わずコミュニティに風くんに質問できるよっていう風に載せたんですけども、もうすごいたくさんの質問に答えてくれたと、皆さん見ましたか、インスタのストーリーね。こちらまずは今日何食べましたかということで、これはコーンフレーク、大豆ミートバーガー、そして What is your favorite song from yours? あなたの曲で好きな歌はどれということで、死ぬのがいいわと祭りということでしたね。足は何センチですかという質問には 27.5 から28センチということで、 How are you so handsome, Kaze? どうやったらあなたみたいにハンサムの風になれるのっていうのはね、 Self love、 自分自身を愛すことだよというふうにおっしゃってて、そして元気という質問にはとてもってね、これが皆さん一番聞きたかったんじゃないかなと思いますけど、私もねこれサムネにしましたけども、嬉しいですね。そして Your favorite color? 何色が好きっていうのは Red and black、 赤と黒。 Now I like transparent、 そして今は透明が好きだということなんですね。そして好きな季節はというのは Always 夏、いつも夏だよということですね。そして How long have you been a vegetarian?どのぐらい長くベジタリアンなのということで、 Since I entered high school、 高校に入ってからだよということなんですね。そして風さんに会いたいです、どうすればいますかというのには、あなたに会えてよかったというふうに歌って答えてくれてましたね。でも風さんすごいよね、いろんなあの質問にどんどんと写真と一緒にこうして、 How do you write your song というのはLet God create、 神様に作ってもらってるよということでね、そしてサインを書いてくださいというのにもこうやってサインを書いてくれてね、貴重ですね。そして Do you write the lyrics first or melody? あなたは歌詞とメロディーどちらを先に書くのということで、それにはね、メロディー always、メロディーが先だよということですね。そして簡単に自画像を書いてくださいっていい質問ですね。書いてくださいましたよ。そして How are you? ご機嫌いかがということだと思うんですけども、 I am beautiful ということで、僕は美しいよという答えをしておりますが、またこの顔がね。そしてお袋の味は何ですかというのには、トーストですというね、もうさすがね、みっちゃんの、 あの喫茶店をやっていただけるかなという感じがしますが、そしてティアモ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 ということで、これはスペイン語でティアモというのはあなたを愛してるっていう意味だと思うんですけど、それにはね風さんこんな形で答えてましたね。今は仕事に行かなくちゃいけない、ありがとう、愛しているよ、
また後でねということでね、そしてそのまた後でがあのユリアン・レトリーバーさんとのインスタライブになったということなんですけどもね、ちなみにね私はどんな質問をしたかというと、何色が好きですか、そしてどんな夢を見ますか、そして今日はどんな曲聴きましたか、日課はありますか、そして好きなデザートはっていうね、こんな質問したんですけど、でもいくつか答えてもらいましたね。そしてね、視聴者さんもね、私のコミュニティのポストにね、どんな質問をしたかというコメントを残してくださっているんですけれども、ケイアユさんは何を質問してほしいのとか、今風さんは何を考えているのとか、いろいろ考えちゃって結局お元気ですかしか書けなかったということだけどね、これ答えてもらいましたよね、とてもということで嬉しかったですね。そしてナキさん、いっぱい質問しちゃったよ、リクエストまでお願い、この歌歌ってって、あと風さんを語っている YouTube は見ますかって、あ、ナイスクエスチョンですねどうなんだろうね、聞いてみたいですね。あときょうちゃんはストーリー上がっている間はいいのかなと質問してみたよ、いつからひげ剃ってないの、グレースの最後の手の印の意味を教えてちょうだいって聞いてみたよということで、そうですね、私も知りたいですね。そしてチャムさんは、里城時代から大切にしている黒のロングタオルに特別な意味があるのか質問しました、なるほどね。そしてノーナさんは、私はおかん目線でちゃんと寝てる、いつもどのぐらい寝てるのって聞いたけど間に合わなかった、でも元気そうな顔が見られておかんは泣いたということでね、本当にそうですよね、元気そうな顔を見せてくれるのがこの質問を聞いていた意図かもしれませんね。そしてリントミオさん、6時まで仕事でまだ質問受付だけはしてたので、夢は見ますかって送ってみましたということでね、私もね夢聞きましたけども、夢といえばこんなコメントいただきました。ユンミミューさん、エミさん、ワクワク様です。いつも楽しいお話や人生勉強の気づきなど、バラエティに富んだ内容、皆様ありがとうございます。そして先日コメント読んでいただいてありがとうございました。エミさんの癒しボイスに表現力豊かで、なんか自分から離れた別世界へ連れて行かれる感じになりますよね。それでその世界観がどこかに残っていたのか、エミさんが私の夢の中に出演してくれました。目覚めた時の印象はメルヘンの世界、映画鎌倉デスティニー物語みたいな、いやーまだ行ったことのないインドみたいな色彩豊かな世界。エミさんのお家に遊びに行ったところから始まり、そのお家自体が現実離れしたような装飾が、すべてがハート型したグリーンの葉っぱ模様、全体が優しく明るい部屋の奥の窓側でビーガン弁当のようなお食事を窓は大きくはないが、外を見ると遥か彼方にラサカラーの夕日、下界も果てしなく小さい、まさしく宙に浮いているような、ここはどこ？後半、私が電車で帰るとき、エミさんが私が送っていくと言った瞬間、すでに隣にいなくて、シーンが変わり、私が乗っていないのに、エミさんが乗車して、電車が発車。私が電車を追いかけるが、その瞬間、どんな手段で戻ってきたか。私の隣に、エミさんは戻っていて、笑顔で、大丈夫だよ、と、おちゃらけている。エミさん夢の中で子供のようにかなり飛んでました。展開が早い夢でしたが、映像が鮮明に残る夢でした。夢って面白いですね。今まで見てきた世界をつなぎ合わせて自身で作っているような、そうじゃないような。朝方かなり鮮明に残っていたので、こんなことがあったとお知らせしたくなりました。私仕事でごめんなさい。今日も皆様、グレイスな一日をということでね、いや、教えてくださってありがとうございます。なんかめっちゃ不思議な感じですね、自分が。
あの他の方の夢に出ているというのは、でもね、以前ね、ディン・トミホさんからも、エミさん夢に出てきましたってお話を聞いたことがあるんですよね。いや、皆さん、私が夢に出てきたことあります？もしあったらね、ぜひ教えてください。めっちゃ面白いですね。ありがとうございます。そして、エリザベス・オエンさんからこんなコメントをいただきました。エミさん、この場であれば受け止めていただけると思い書かせていただきます。私は2001年からハンセン病回復者と家族の支援活動をしています。風さんが意識せずに結果的に差別する側になってしまったこと、他人事ではなく、人は誰しも学んでいかなければなりませんね。おそらく一生。日本には国民がよく知らない差別はたくさんありますが、ハンセン病に対する差別は国家犯罪にも近いことから国が謝罪し、高齢化した回復者と家族に十分とは言えませんが保障しています。全国に13のハンセン病療養所が現在もあり、感染など全くしないことが医学的にも証明されているにもかかわらず、平均年齢86歳の皆様が生活され、多くの方が強制労働の結果生じた後遺症と家族絶断に苦しまれ、生涯を全うされようとしています。さて、風さんの生まれ育った岡山県はハンセン病療養所が2つあります。長島愛生園と奥光明園、過去大阪にあった療養所が移転。長島からくりの証言という映画が長期取材された監督の手で公開されています。東京開催にあたり監督とお話しする機会があり、風さんのファンであること、若い人にも関心を持ってもらうためにも、岡山出身の風くんにメッセンジャーになってもらえないかなと話したところ、出身高校もよく知っているし、教員も友人がいるし、機会があったらと応じてくれました。期待半分でしたが、今回の自ら気づかず差別する側になることを自覚して生きる機会を作ってくれたと唱えるなら、日本人の表に出ない差別心を自覚するためにも、どんな差別を国民が知らず知らずにやってきたか、これも学ぶ機会になってほしいと思い投稿しました。アーティストが政治的なことに巻き込まれほしくないという意見はよく聞かれますね。差別の問題は政治的な問題もありますが、ここ人が意識せずに行うことが多い行為です。この機会に国内にある差別を考える機会になることを期待します、ということでね、ありがとうございます。とても貴重なコメントだと思いました。そしてね、私もご返信させていただいたんですけれども、エリザベス・オエンさん、いろいろ教えていただきありがとうございます。私もブログや YouTube を始めたきっかけは、黒人差別の現実を少しでも日本人の方々に知っていただいて、みんなが安心して暮らせる世界になったらいいなという思いだったので、お気持ちはわかるような気がします。でも風さんのすごいところは、そういうことを掲げなくても自然に、過去風さんの言葉では、なるべく軽くかっこよくやっているところだと感心しています。例えば、私はテレビなどでも少しでも差別のない世界になればと訴えたりもしましたが、風さんはそんなこと言わなくても、私よりはるかに日本人の黒人差別をなくしていってると思います。偏とラサ精神が全てカバーしてくれている気もします。風さんと共にみんなが安心して暮らせるより良い世界を目指していきたいですね。貴重なコメント感謝いたします、というふうにご返信させていただいたんですけれどもね、あの風さんって本当に、例えば戦争反対とかね、差別反対とか、そういうことを言わなくても自然にそういうことをやっている気がするんですね。まあ、野菜生活とかそういうのは、まあ、声高くねしていっておりますけれども、まあ、今回のユリアン・レトリーバーさんともね、ライブもそうだけれども、言葉に出して言わなくても行動でね、そういう優しい世界が広がっていってるじゃないですか。ラサ精神とか変精神も全てそういうことをカバーしていて、もう世界平和にね、十分貢献してると私は思っているんですね。なのでね、これやってくださいって言わなくても、風さんはそういうことをもうすでにやってくれてるなっていう気が私はしております。そしてカールさんもね、エリザベス・オエンさん、はじめまして、カールと言います。岡山生まれの私もハンセン病に関しては過去のことになってしまっていました。知らないことを教えていただき感謝します。一人一人が知ること、そして少しでも多くの人へ真実を伝えていけたら良いですね。全ては愛だと思います。ありがとうございます、という
ふうにコメントしていらっしゃいました。ありがとうございます。そしてチャムさん、テレビ東京の真相は耳の中第2話、刑事役の井原剛さん、藤井風みたいだなのセリフが、こんな形で風さんの名前が、被害者の書道家役宮沢優さんのビジュアル、どう見ても風さんに寄せてます。終わりの方の場面で井原さんの横に写っている書が何なんだし、脚本家の趣味なのかしら。 TVer、パラビ、Amazon プライムビデオなどで見れます。ドラマもコミカルで肩の力を抜いて楽しめます、ということで、いやーすごいね、風さんどんどんいろんなところに出没してますね。教えてくださってありがとうございます。そして11月5日6日の言葉は、 There is no key to happiness. The door is always open. 幸せへの鍵はないよ、ドアはいつも開いてるからね、ということですね。自分でも飛び込みなさいということでしょうか。素敵ですね。そしてきょうちゃんから、えみさんこんばんは。かずちんの今回のもろもろ、私ほとんど知らなくて、えみさんの配信でそんなことあったんだって知りました。自分から探りに行かなくても、えみさんのとこで確かな情報だけを得ることができてよかったです。遅くなりましたが、ご両親様の結婚記念日おめでとうございました。ちゃんとお祝いされるんですね。素敵です。今日息子から紅葉の写真が届いたので、えみさんに日本の紅葉を見てもらえたらと思って、このちゃんの足と紅葉、日本各地で紅葉が見頃だと思います。もっと綺麗な紅葉が見られる方もおられると思いますが、私は忙して見に行けなそうにないので、私のような方にちょっとでも見てもらえたらと思って、えみさんも LA では見ることないと思って送らせてもらいました、ということでね、きょうちゃんありがとうございます。こちらのお写真かわいい、お孫さんの足でもね、これがね、めっちゃかわいいね、と紅葉もすごい素敵。そしてこのラブは KB さんが作られたそうです。かわいいでしょ。 KB さんもあえてこの文字を紅葉で作ってくださるなんて、動機は愛ですね、ということでね、こちらのお写真も送ってくださいました。素敵ですね、 KB さんがこれ作ったの、素敵すぎる。そしてね、ラブといえばね、私もね、今朝ね、運転したらこんなの見つけたんですよ。これ、いろんなね、ものが書いてあるボックスなんですけど、spread hope、希望を広げて、そして spread love、愛をね、広げていこうということでね。そして、こちら側には spread joy、喜びを広げていきましょうというね、素敵じゃないですか、これ。ね。なんかちょっとあったかい思いになりました。ということで、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。 Have a lovely day everybody。 エミでした。ではまた。